5月28日火曜日、今日の天気は雨時々止む。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。この後8時まで生放送です。いやー、今日玄関開けたらもうムワッとするようなね、空気、そして南風が吹いてくるぞと、台風も、まあ、まだまだ南の海上にあるとはいえ近づいてきていて、蒸し暑いよね。そうなんですよね。今日本放送屋上の温度計、この時間で24度差しているんですよね。日差しなくてこれぐらいありますからね。そうだよね、だから昨日からほとんど変わってないぐらいにね、ずっと夜中もまあ寝苦しい日々の、また続いてきますし、湿度 87.7%、ね、ムシムシしてますよね。ムシムシしてます、本当に。だからさ、昨日シチュー作ったんですよ。シチュー、うん、でフランスパンを買ってきたんですよ、これがさ、普通だったらほらバリ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 って切るときにさ、なんかクズがいっぱい出るじゃん。ですね。やっぱ湿度が高いからなのか、全くクズが出なくてさ、ふにゃんってなってた。ふにゃんってなってて、フランスパンなのに、あ、湿度ってこんなに変わるもんなんだなってね。それだけじゃないのかもしれないですけど、いや、びっくりしたんだよね。いやー、もう本当ね、ちょっと体調管理もそうだし、あと食品のね、管理とかも気をつけないとね。そうですね、この時期はね。でも昨日はまあ雨が降ったりやんだりの中だったんですけども、ちょっと夕方、会社にまた戻ってきてですね、小倉智昭さんが辛坊さんの番組に、はい、夕方5時から登場ということでしたんで、挨拶に行くと、まあここでも何度もお話ししてるところですけれども、本当いろんな形で仕事上もそうだしお世話になっている方でありまして、まあ、それこそうちの夫婦がですね出会ったそのきっかけだって、あの番組のレポートコーナーでということもあったし、だからうちの息子をですね目の前で見ていると、ああこのこいつは小倉さんがいなかったら生まれてくることすらなかったんだなというようなことを思うとですね、本当になんというか足を向けても寝られないし、もう拝み倒すしかないし、どこにいらっしゃるかわからないから逆立ちして寝るしかないかなというぐらいですね、本当に。でもね、また気使ってくれるんですよ。もうね、ご自身も本もね出されてますし、うん、その癌の闘病の話であるとか、まあ昨日もコミカルに面白おかしくまた語ってくださってましたけども、でもやっぱりそのね薬のいろんな副作用であるとか、はい、あるいはねリハビリであるとか、いろいろこう大変なところがあって、まあそんなお話もいろいろこうね、聞かせてくれるのかなと思って、控室のところに挨拶に行ったら、おいだ、この間の、県民ホールはどうだったんだ、どのぐらい入ったんだ、開口一番そっからね、心配してくれるっていうんですね。本当に嬉しい、ありがたいですね。ねえ、お前なんかつのめってるみたいな、全力疾走してるようなバッグが、あれが売れたんだってな、あれはなんか新居がデザインしたんだろみたいな。ありがとうございます。そうそうそう、新居どこまであれ書いたんだみたいなね。結構細かいところで、あれ彼女が基本的なラインのデザインは全部やって、で、最後は専門の人に任せてやってたんですよ、なんてね。いやー。朝聞いてくれてる。ああ、嬉しいですね。ありがとうございます。ちょうどこの時間は、まあ、日によってもあるかもしれないですけど、お風呂入りながらとかね、いろんな形で聞いてくださってるということでございますが、ね、77歳のお誕生日を迎えられたばかりだということでございまして、元気そうでよかった、本当にね、久々に会えてよかった。ただ、大倉さんはもう昔からの西武ファンなんで、その西武のね、不甲斐なさには嘆いていらっしゃいましたけども、まあまあまあね、いい時もあれば悪い時もあるっていうところでもありますし、本当にね、また番組でもいろいろ仕事もご一緒したいなと、ね。そう、あんな、テレビの司会、こわもてに見えて、すごい優しいおじさんで、お世話になってばっかりというところでありますがね、またお会いしたいものでございます。ラジコのタイムフリーなんかで、聞くことができますんで、よかったら、また、辛坊さんのね、番組、5時台に昨日は出てました。ちなみに、4時台は、政治評論家の、田崎史郎さんがお出になられてましたけれども、はい、目ざというちのスタッフがですね、その後すぐにブッキングをしました。今日も朝から
出ていただく。なんと。いや、やっぱね、あのぐらいの世代の人たちってのは元気よ。朝からもう全力投球してくださいますんで、6時50分過ぎから例の東京都知事選についてじっくりと伺っていきたいと思っております。はい、日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。そうそう、メジャーについてね、俊介おじさんさん、中止から翌日ダブルヘッダー、決断が早いと。いや、一方でこの中止までの決断はなかなかね、昔、松井秀喜選手がヤンキースにいて、はい、で、シアトルにマリナーズにイチロー選手がいて、うんうん、で、そのメジャーリーグ速報を、平日の昼に、全国ネットで流すっていう番組を担当したことがあったんですけど、終わんないと大変なのよ、これが。試合結果を盛り込まなきゃなんない上に締め切りが2時かなんかで、で、それまでに番組を全部作って、はい、全国の放送局にこう送んなきゃいけないっていうね。やつがあったんですけど、そう、うなずいてますね。同じようなですね、時期にディレクター、ミキサーでやってた人たちと今も仕事をしてるっていうですね。なんと、そんなそうそうそう。当時、駆け出し、やや先輩みたいな感じで。そう。で、もう時間が本当に限られるから。どうするんですか、それ。いや、もう、一発で撮らないと間に合わないみたいな。あ、もうそういうことになってくるんですね。ところがね、この新人アナウンサーが噛み倒すのよ。バカ野郎お前とか。そういう時に限ってね、焦っちゃって帰って。焦っちゃって噛んじゃうんですよね。本当に。ご迷惑をおかけしております。いろいろな人にですね、今日朝の小倉さんもそうだけど、はい、お世話になりっぱなしでやっているというところでございますんで、一つ皆さん、私がいろいろ間違っていたら、ぜひメールやツイッターで指摘いただければと思います。今朝のコメンテーターは、IIM インド管理大学公共政策センターフェローの中川浩二さん、この後6時半過ぎからご登場です。まずは南太平洋のニューカレドニア、非常事態宣言が出ていましたけれども、フランス大統領府はこれを解除したということであります。それから都知事選について蓮舫さん出馬表明、政治アナリスト田崎史郎さんと電話をつないで解説いただきます。で、7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーンは、北朝鮮軍事偵察衛星打ち上げ失敗を発表しました。この時間は元航空自衛官で評論家、牛尾正人さんとつないで、詳しく伺います。さらには日中韓の首脳会談について、そして中国政府7兆円の半導体ファンド設立というニュース。で、7時40分過ぎ、ここだけニューススクープアップは、インドの総選挙終盤へ争点はというところ、中川さんに伺います。メール X こちらです。メールアドレスは、cozy@1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。X のハッシュタグは、ハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週はメールでご意見をいただいた方の中から抽選で、JA グループ茨城メロン流通部会から、メロン二玉入り一箱を毎日5人の方にプレゼントします。OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。この時間、最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします。はい、外為ドットコム総研の神田です。おはようございます。おはようございます。先日木曜日も出ていただきました、はい、ありがとうございました。とんでもないです。楽しかったです。ありがとうございました。引き続き、はい、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。現地27日のニューヨーク株式市場はメモリアルデーの祝日のため休場でした。はい。円相場は約10銭ほど円高ドル安の1ドル156円85銭付近で取引されています。うん、昨日27日は、はい、アメリカだけでなくイギリスも休日でした。ロンドンとニューヨークという、世界の2大市場が揃ってお休みだったことで、はい、為替の取引は閑散。昨日の朝方には日銀の植田総裁や内田副総裁の発言が伝わりましたが、はい、いずれも円相場への影響は限定的でした。確かにグラフを見ると本当ずっと横ばいみたいな感じでほとんど動いてないようなね。そうですね、1日で30銭前後しか動いてないということですから、やはりいかにね、ロンドンとニューヨークの市場の規模の大きいかっていうことが改めて分かる動きだったかと思います。なるほど。やっぱり海外勢の動きでこう値動きっていうものが決まってくるところが大きいんですね。実はロンドンとニューヨークの市場
場のシェアで見ますとですね、はい、大体為替の取引においては約6割を占めると言われています。はあ、その2つだけで6割占めちゃうんですね。なるほど、まあ、そうなってくるとね、なかなか大きくは動けないというのが実情。特に昨日はね、はい、上田総裁、内田副総裁いずれも結構前向きな発言をされていたようには思うんですが、でもね、円相場はほとんど反応しないという状況でした。なるほど。この先っていうと、まあ、月も間もなく変わりますけれども、ね、今週いっぱいでと、はい、ええ、何かポイントはありますか。はい、月末にはですね、はい、アメリカの FRB が注目しますインフレ指標、うん、個人消費支出物価指数と、この4月分が発表になります。やはりインフレ統計というのは市場が非常に大きく注目していますので、まずここに注目ということになると思います。なるほど、分かりました。そして、今日からいよいよ交流戦ね、この間の木曜日の番組では神田さんジャイアンツファンというふうにおっしゃってましたが、戸郷選手もね、ノーヒットノーランだし、ちょっと流れ来てんじゃないですか。まあ、相変わらずね、うずほが。うずほが問題ではあるんですけど、なんとか期待したいと思います。ね、今日ソフトバンク戦ですから、いきなり天王山みたいなもんですもんね。なるほど、わかりました。神田さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。昨日のですね、北朝鮮の軍事衛星、とされる、まあ、ロケットの打ち上げ失敗について、産経は一面トップ、東京最終版間に合ってますね。北の軍事衛星失敗、韓国軍探知打ち上げ後爆発、沖縄に J アラートと、いうことであります。まあ、後ほどこれも取り上げていきます。それから日中韓のサミット首脳会談について三紙一面トップ。朝日新聞、日中韓 FTA 交渉加速、首相北朝鮮の非核化共通利益、首脳会談で、ここに、まあ、北朝鮮の衛星失敗というサブの見出しを立てています。それから日中韓首脳会談を定例化、こちら読売新聞の一面、共同宣言経済や防災協力、それから日経も半島の平和安定に責任、日中韓 FTA 交渉再開首脳会談という形で出しております。それから毎日新聞は、派閥の政治金パーティー裏金事件でキックバックを受けていたそのお金を各政治家がどう扱っていたか、これをですね、まあ、自らが代表を務める党支部に寄付をして、まあ、そうすると寄付ですんで控除が出るということで、所得税の一部が控除されるみたいな話が、出てまいりました。関係一郎衆議院議員について昨日毎日は一面トップで報じてましたが、稲田朋美氏も税優遇疑い、自民支部に202万円寄付一部控除かという記事が出てきております。それから気になる記事なんですけれども、読売はですね、一面肩のところで触れてます。生成 AI 悪用しウイルス、警視庁、作成容疑25歳逮捕ということで、この生成 AI を使ってウイルスを作るっていうのは確かに世界中で結構いろいろ問題になっている部分があって、これですね、日経関連の雑誌が出していましたが、生成 AI を悪用したサイバー攻撃、 GPT-4 利用で成功率 87% という記事が、進化するにつれてやっぱり成功できちゃったりすると、でそれもですね、全く何もないところから脆弱性をつくっていうよりは、いろいろこうアプリとか、あるいはこうパソコンもそうですけど、修正プログラムが出るじゃないですか。で、パッチを当てるって言うんですけど、で、修正プログラムが出て、修正プログラムが出るってことは、そこに脆弱性があるっていうことがわかると。で、これ、すぐにインストールする人もいれば、しばらくほっといて、やる人もいるじゃないですか。そこのタイムラグをついて、なんか、デイワン攻撃というらしいんですけれども、対策が出されたけれども、まだ対策してないところを狙って攻撃するみたいなことっていうのができるんだと。で、そうすると、すでに、この対策パッチがある意味ヒントになっちゃってるから、で、ところが、ヒントを掴んで普通に作ろうとすると、結構知識もいろいろ必要なんだけど、そこで GPT を使うと、ブワーッと情報を集めてきて作っちゃうみたいなことがあるんだと、アメリカの大学の研究でこういったことが明らかになっているようです。イリノイ大学のアーバナ・シャーペン校というところの研究者が出しているレポートだそうです。いろいろ変わってくるよねという話、ここが気になるでした。
この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は IIM インド管理大学公共政策センターフェローの中川浩二さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。先生ありがとうございました。ありがとうございました。さっきいっぱい飲みました。そうそう、バイジューをね、 X に写真まで開けて、ね、羊肉と美味しかったですね。美味しかったですね。腕まくりをしてね、高梁で作った蒸留酒の強いのを飲むっていう、ね、そうです、はい、みんなでね楽しみました。ありがとうございました。さて、まずはですね、取り上げる話題、フランス大統領府がニューカレドニアに出していた非常事態宣言解除へというニュースで、なぜこれを取り上げたかっていうと、なんか一部フランスの国会議員とかですか、これ中国が裏でその暴動を糸引いてるんじゃないか説みたいなのを唱えてましたけど、うんうん、この辺ってどうなんですか。実際南太平洋地域はチャイナにとって、まあ、フィリピンだったり、フィリピンじゃない、ソロモンだったり、フィジーですね、フィジーだったりソロモンだったり、うんうん、まあ、いわゆるこうチャイナとしても重要な安全保障上の拠点になってくるので、はい、まあ、その一つとしてニューカレドニアもあるし、なおかつニューカレドニアにニッケルが取れるということで、まあ、そういう意味だと非常に重要になってくるというのは経済的にも安全保障的にも理解できるので、チャイナとしては動機があるかないかというのはあるんだと思うんですけども、はい、ただ明確にそれがこう公開情報から分かるかどうかっていうのは分からないので、そういう意味ではこう記事で載ってるようにこうフランス側でとかフランスの国会議員が何か言ってるとかですね、まあ、その程度でしか把握はできないなということはありますが、ただまあ怪しいと思えば怪しいと思い切れるというところはあると思います。あ、やっぱり今あそこの正面というか南太平洋方面というのは一つ重要なポイントのになってるんですか。なってますね。ただこのニューカレドニアについては、はい、先ほど挙げたいくつかの諸島と比べてやっぱフランス領って、うん、まあ、フランスの影響力強いですし、はい、チャイナとしては対米対立のためにあそこが必要がゆえにですね、これでフランスと対立を深めてしまうとフランスとは本当は友好にしておかないとアメリカと戦えないという大きな絵があるわけですよね。だからそういう意味だとあんまりですねここに突っ込みすぎると今度フランス側にこうそっぽ向かれちゃうっていうマイナスがあるので、そこはちょっと配慮しながら動いてるなという気はします。まあ確かにこの間のね、習近平氏のヨーロッパ訪問もまずフランスから行きましたもんね。そうですね。まあそういったこともあるので、まあその辺はまず一つだと、あと先ほど言ったニッケル、経済的な話でニッケルだと、はい、まあ一番のこうダントツのシェアであるのはインドネシアなわけですよね。これ半分ぐらい世界の産出量を取っていて、はい、で次フィリピンで、でその次ロシアだったりだとかこのニューカレドニアなので、まあ国の大きさから言うと確かにニューカレドニア大きいということ、割合としてはね、大きいというところはあるんですけれども、はい、インドネシアがですね、国内から外にあまり出さないという政策を取っているので、ニッケルに関しては。そうすると、じゃあ次のフィリピンの、フィリピンはあの関係ですよね。チャイナと今バシバシやってるということから考えると、ね、チャイナが今その、EV、それから蓄電池、それから太陽光パネルっていうのを新しい三大輸出品目という定めて、自ら定めているところから考えると、うん、その原料となるようなものっていうのは非常にチャイナが欲しいんだけれども、さっき言ったようにインドネシアから入らない、それから、はい、フィリピンからも入らないっていうことを考えると、うん、まあ、このロシアニューカレドニアっていうのは重要なんだろうなというのはチャイナの動機としてはあると思います。おー、なるほど。まあ、状況証拠はあるけれどもというぐらいのものなんですね。そういうことです。だから怪しいと思い切れば十分怪しいとは思えるけれども、まあ、実際どうかっていうのはこれはちょっとわからないし、チャイナ側としてもフランスとの、これ以上のエスカレーションは避けたいっていうところはあると思いますね。はい、中川さん、今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーターは IIM インド管理大学公共政策センターフェロー中川浩司さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ニュース7時またぎ前半戦、取り上げるのはこちらです。立憲民主党の蓮舫参議院議員が無所属で東京都知事選挙への立候補を表明。立憲民主党の蓮舫参議院議員は昨日党本部で記者会見し、今月20日告示、来月ですね、6月20日告示、7月7日投開票の東京都知事選挙に無所属で立候補することを正式に表明しました。意気込みを語る蓮舫議員です。この8年間を都民に問わせていただきたい。小池都政をリセットする夏、そんな東京都知事選挙に臨みたいと思います。東京都知事選挙はおよそ20人以上が立候補、出馬の意向を示しております。
ということで、まあ、昨日ね、東京新聞がまず一面の肩のところで、抜いてという形でありました。まあ、現職小池さんはまだ、意向を示しておりませんけれども、松連邦さんが、はい、ね。まあなんか多くは語りませんけれども、なんかハイカロリーな選択肢ですね。はい。なかなか。ねえ。はい。20人以上がというところ、はい、そして昨日の会見、ここまでの流れどうか、この時間は政治ジャーナリスト田崎史郎さんと電話をつないでお話伺ってまいります。田崎さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、蓮舫さんの、まあ、出馬、これどう、こういうのは既定路線だったんですか？驚かれました？どうでしたか？いや、僕自身は驚きましたね。で、これまでの都知事選で、はい、まあ、蓮舫さんの出馬する可能性が言われたことはたびたびあったんですね。だから、そして見送られてきたんで、はい、今回も話はありましたけれども、果たして本当に立つかな、立たないんじゃないかなと思ってました。で、昨日のね、午後に記者会見があって、正式に出馬表明ということになりました。はい、これ、ご覧になっていて、いかがでしたか？はい、僕はね、まあ、ある意味でこう非常にやっぱり蓮舫さんらしいなと思ったんですね。らしい。強調されたのは、裏金議員、自民政治の延命に手を貸す小池都政をリセットする、はい、反自民政治、非小池都政、という表現、使われてるわけですね。はい、だから、小池さんに対して、僕は攻撃的な言葉が使われて、はい、唯一アピールはするんですけれども、うん、それが一つの特徴だなのと思いました。で、うん、はいはい、そうですね。なるほど。スタジオには中川浩二さんもいらっしゃいます。田崎さん、よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。はい、まあ、なんていうんですかね、この政治的な、こう、政局絡みというかですね、の、アジテーション絡みというかですね、はい、まあ、それは前提として理解した上で、はい、あえてですね、青臭いことを、先生にお伺いしたいです。これ、政策的な争点って、どういうことに、あえてそこに振り返って立ち返ると、どうなるような想定がされますでしょうか？今のところね、詳しい蓮舫さんが東京都政をどうしたいのかということについてはまだ、発表されてないんですね。はい、で、一方、小池さんの方もまだ、3期目はこれを掲げてやりますと言われてるんで、争点になるかは、何が争点になるかは、東京都政についてははっきりしません。しかしながら、昨日その蓮舫さんは反自民という言葉を使われて、はい、自民党の延命に手を貸す小池さんというような言い方されたんで、自民党との関係が争点になるんじゃないかと思います。政策課題よりも今のところはね。まあね、蓮舫さん自身は X でその都政をどうするかというのは日を改めて発表するんですっていうふうにね、はい、書き込みがなされていらっしゃいました。はい、まあその辺でね、田崎さんの名前も挙げられてコメント反応されてましたけれども、はい、まあね、私のところに10年以上来ないみたいなことも書かれてましたが、どうですか？はい、はい、ね、その辺、田崎さんはでも、どうぞどうぞ。僕、このコメント、先ほどそちらからのご連絡で分かったんですけれども、僕、自分自身がツイッターやってないもんで、で確かに昨日蓮舫さんには直接取材してません。はい、でも、昨日の、朝と昨日の夜は、蓮舫さんに非常に近い議員には取材して、いつ蓮舫さんが決断されたか、はい、賞賛はあるのか、等々について取材して、昨日いろんな番組で話させていただいたんです。だから僕ら政治家やってるときに、はい、まあ、直接本人に聞けてるのが一番ベストです。でも周りの方の取材でもって、原稿を書くことを話すことっていうのは
よくあることなんで、蓮舫さんのところへ取材に行かなかったことを、批判されてもちょっと困るなと思いましたね。ちょっとお知らせを挟んで、お話続けて伺いたいと思いますので、少々お待ちください。はい、改めましておはようございます。日本放送飯田浩司です。おはようございます。日本放送新業一華です。今朝のコメンテーターは IIM インド管理大学公共政策センターフェロー中川浩司さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、そしてこの時間、立憲民主党蓮舫参議院議員が東京都知事の立候補を表明というニュースについて、政治アナリスト田崎史郎さんともつないで解説いただいております。田崎さん、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先ほどのお話の中でその様々周辺取材をされて、そして蓮舫さんの称賛の部分というところも、はい、取材されたと、はいはい、でこれその2年前の参議院選挙で蓮舫さん、はい、今までトップ当選だったけれどもあの時4位でしたよね、はい、相当得票落としたみたいな話もありましたけど、それからこう挽回とかあるんですか、何か称賛というのは。だから前回2年前の参院選の時は、その年の6年前の参院選挙での小池さんじゃない蓮舫さんの票よりも、はい、40万票も、票数が減ってるわけです。でも今回の戦い方は蓮舫さんお一人で戦う形ではなくて、はい、その時の選挙結果を見ますと、はい、今回共産党が小池さんを支援する、ということを打ち出しているわけですね、はい。あとその、参院の東京選挙区には蓮舫さん以外に立憲の候補者としてもう一人立ってらっしゃるんです。でその3人を足すと、はい、172万票になります。なるほど。でさらに令和新選組がもしもね、はい、蓮舫さん支持を打ち出しますと、それも合計しますと230万ぐらいになっていくんですね。で、一方小池さんは、はい、前回は、4年前は360万票を超す得票だったんですけれども、はい、8年前は291万票だったんです。小池さんの勢いに限りも見られるんで、はい、そこでやっぱり200万票で、かなりレベルが高い戦いになるんじゃないかと想定されるわけですね。なるほど。だから、この後小池さんが自民党との関係とかどういうふうに説明されるか分かりませんけれども、はい、蓮舫さんにとっては戦い勝算ありと呼んだ。もう一つはやっぱり蓮舫さんの陣営はやっぱり世論調査をしっかりやって、はい、これならいけるっていう確信も持たれてるんです。なるほど。でさらにもう一つ申し上げると、はい、蓮舫さんが決断されたのはおとといの東京都議補選の目黒区選挙区での投票結果を見て決断されてるんですね。側近の人の話によれば、はい、なんでそこで改選数が2位だったんですけれども、トップ当選は立憲民主党だったんです。で2番手は野党系無所属の方で、当選するんじゃないかと思われてた自民党候補、これは小池さんの応援シールなども貼ったんですけれども、うんうんうん、落選してるんですね。おでそうなると直近の選挙でも勝てると、静岡知事選でも立憲が勝ちましたんで、ね、だから勝算があるというふうに申し上げてるわけです。これ国政政党は今いろいろとどこに乗るのかみたいなお話いただきましたけども、前回野太輔さんという方が維新の独自の候補として出たと思うんですけども、今回この維新、まあ国政の維新としてはどういった今回の動き、それから今後まあその状況によって維新という勢力がどうなっていくのかについては先生どうお考えでしょうか。はい、維新は東京都知事選に候補者を立てようとして今候補者を探している検討している段階です。だからいい候補が見つかれば立てるでしょうし、ただ
小池さんと蓮舫さんの対立が描かれる中で、はい、果たしてその維新がどれくらい、票を獲得できるかっていうのはちょっと微妙なんで、これは維新の判断によると思います。で、維新の立ち位置っていうのは確かに難しいところに来てまして、はい、今の政治資金改正、政治資金規正法の改正でも自民党には協力しない、でも立憲とも一緒にならないっていう立ち位置なんですね。はい、ね、だからそれじゃ第三極的な立ち位置を捉えてるわけです。でも今週、まあ、政治資金規正法改正の、まあ、山場を迎えるんですけれども、はい、どういう路線を取るかっていうのもまた難しいと思いますよ。これ、まあ、このね、国会の方は政治資金規正法の改正、まあ、ここをどう落としどころつけるのかっていうところになってきます。はい、そのあたりと、あとは衆院解散等々っていうのは、これ、どうご覧になってますか？国会の、この国会は、の会期末は6月23日なんですね。はい。で、そこでおそらく政治資金規正法改正案は、成立するだろうと思います。で、一方、この、解散が、岸田さんが衆院を解散するかどうかなんですけれども、4月下旬の衆院補選3連敗、はい、今回の静岡知事選、等々から見て、はい、自民党内は、多くの人たちは、もう岸田さん解散しないでくださいと、もう岸田さんが解散したら、私たちその後の衆議院選挙で落ちてしまいますよと、いうふうな悲鳴に近い、声が上がってます。なるほど。で、だから僕は、岸田さんは解散しないだろうとは思ってるんです。でもこれは衆議院解散は時の総理大臣の判断でできるようになってるんで、はい、可能性は非常に低いけれども絶対ないとは言い切れないというところですね。解散しないとするとこれ総裁選は岸田さん立てますか？はい、岸田さんが、立つか、うんうん、立候補しても、果たして当選できるか、当選できないと分かったときには、はい、不出馬という選択もありますし、また、岸田さんにとっては退陣するっていう選択肢もあります。なるほど。もうここは、流動的ですか。岸田さんの判断。判断なんですね。なるほど、わかりました。はい、いや、朝霞から田崎さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おはようニュースネットワーク。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは IIM インド管理大学公共政策センターフェローの中川浩司さん。取り上げるニュースはこちらです。北朝鮮が軍事偵察衛星の打ち上げ失敗を発表。北朝鮮の朝鮮中央通信は国家航空宇宙技術総局が昨夜軍事偵察衛星を新型の衛星運搬ロケットに搭載して打ち上げましたが失敗したと伝えました。新たに開発したエンジン部分に問題がありロケットは飛行中に空中爆発したとしております。韓国軍によりますと昨夜午後10時44分ごろ黄海イエローシーの南の方向に発射されまして直後10時46分ごろに北朝鮮側の海上で多数の破片が探知されたということであります。Jアラート全国瞬時警報システムで沖縄を対象に避難を日本政府呼びかけましたがその後飛来しないと見られるとして呼びかけを解除いたしました。まあ、北朝鮮のね、打ち上げ、まあ、予告されていて、先月撃つみたいな話もありましたけれども、だいぶずれ込みましたよね。そうですね、これ自体はね。まあ、動機分析、ちょっと気になるところですけどね。はい、この時間、元航空自衛官で、評論家、牛尾正人さんと電話をつないで伺ってまいります。牛尾さん、よろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。今回のものっていうのは、どういったものだと考えられますか？まあ、彼らが予告していた通り、はい、まあ、軍事偵察衛星の打ち上げを、まあ、強行して失敗したと、そういう流れだと思います。うん、
強行というのは何か焦るとか早める理由みたいなものっていうのは考えられますか。まあ、日程的には日中間のですね、はい、首脳会談、まあ、これに偶然合わせたということはちょっと考えにくいので、まあ、明らかにこれにぶつけたということでしょうから、まあ、例えば準備や検証に多少不安が残っていても、はい、まあ、そうした政治的な理由から、まあ、今回の前日昨夜のですね、まあ、発射ということに至ったのではないかと思います。このところ、ね、去年2回失敗してますよね。はい、これだけ失敗続いて大丈夫なもんなんですか。まあ、彼らとしてはそれぞれの失敗の原因理由が異なっている、あるいは、うん、昨年の3回目の打ち上げには成功していると、はい、まあ、いうこともありますので、うん、まあ、失敗続きだという認識では必ずしもないと思いますし、まあ、今回の失敗の原因についてもすでに当局が、はい、公表をしていますので、まあ、確実にこれを克服して、早期に早ければこの打ち上げの期間中にも、はい、再び発射するという可能性はあり得ると思います。スタジオには中川浩二さんもいらっしゃいます。先生よろしくお願いいたします。こちらこそ、はい、まあ、政治動機分析というのは先ほど先生お話しされたところだと思うんですけれども、この技術的なところの分析に関してちょっとあえて抽象的なお話申し上げますと、目標彼らがですね、例えばこう到達したいところ100ぐらいだとすると、今だいたい彼らがどれぐらいのこう数字的なところに行って、あとどれぐらいで、その100に到達するっていうのを彼らが見ているというふうに先生お考えでしょうか。そうですね、まあ、これまでこう打ち上げてきたそれぞれこうタイプが異なっているものもたくさんありますので、必ずしもその100という数値でこう表現するのは難しいかもしれませんが、まあ、今回のものについては、まあ、北朝鮮自身がですね、新たに開発した液体酸素と石油エンジンの、まあ、動作の信頼性に事故の原因があるというふうに結論を下して言いますので、まあ、その通りなんだろうというふうに思います。まあ、したがって新たに開発したものですから、まあ、これまでの失敗を引きずっているというふうには、まあ、必ずしも言えないでしょうし、まあ、これまでは2段目、昨年は2段目、3段目、の不具合だったわけですが、まあ、今回は明らかに1段目の不具合とか爆発してるわけですので、まあ、それぞれ原因が異なっているというふうに、まあ、彼ら自身も考えていると思います。そのあたり新しい技術というのは、これロシアとの関係がいろいろ言われてますけれども、そのあたりから入ったものなんでしょうか。まあ、そのような報道もありますし、まあ、実際にロシアと北朝鮮首脳レベルの交流を含めてですね、はい、まあ、最近目に見える形で軍事的な協力関係を深めていますし、まあ、先ほど申し上げた不具合を起こしている原因、これがですね、まあ、ロシアの関与を強く示唆するというところもありますし、はい、また昨日の会談で、まあ、中国と北朝鮮の間に、まあ、隙間風が吹いているのではないかというふうにも、思えますので、はい、まあ、ロシアとの軍事的な関係はますます深まっていくというふうに思います。この技術伝播とか技術移転みたいなものっていうのは、こう人的交流が今こう取り立たされてますけれども、結構簡単にいくというかですね、その辺って、まあ、素人考え的にはですね、なかなかこう人が行ってすぐに教えられるようなもんではないと思うんですけれども、比較的その辺はスムースにいくようなものなんでしょうか。まあ、今回はかなりそのロシアから技術者が実際に北朝鮮に入ってですね、はい、まあ、直接、まあ、指導というか、あるいはさまざまな協力を行っている、技術共有を行っているということでしょうし、まあ、先ほど北朝鮮当局が発表した理由その通りだとすると、はい、例えばその材料になっている石油製品などがロシアからダイレクトに北朝鮮に流れているという可能性も十分ありえますし、まあ、だとすると、まあ、言うまでもなく国連安保理制裁決議違反ですので、はい、常任理事国がこのような形で、違反行為に全面的に関与しているということであれば、有識ことだというふうに思います。その国連の、まあ、制裁、その履行を監視するパネルすらロシアの反対で存続できなくなってしまっているという状況ですよね、はい、これこの先っていうのはどうしていったらいいと思いますか。
まあ、中国やロシアにこう期待するというのはなかなか難しいところだというふうに思いますので、まあ、日米韓あるいはオーカスといったようなこう、はい、自由主義陣営の枠組みを強化して、抑止力を高めていくという以外にとりあえず現実的な措置は見当たらないというふうに思います。なるほど、分かりました。牛尾さん、朝日からどうもありがとうございました。ありがとうございました。また引き続きいろいろ教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも失礼します。元航空自衛官で評論家牛尾雅人さんとつなぎました。まあロシアから相当こう入っているということ、はい、まあ、抑止力を高める以外にはない、はい、そういうところになりますか。まあ、だから先ほどね、こうご質問させていただいたように、その技術が入っているというのは我々日本にとっては非常に懸念であるし、しかもこう北に関してはこうシステム、政治システム的にある意味ではこう個人的な意思によってですね、いつどうなるかわからないというこう、まあ、強靭理論というかですね、非常に我々としてはこう戦々恐々としなきゃいけない状況を作られているというのはなかなかこう厳しい状況にあるなという気はしますよね。何をするかわからないこと、予測可能性が低いということ、そのものが、そうですね、まあ、台湾有事とかについても我々大きな懸念として語りますけれども、はい、まあ、それはある意味プロが関わるゲームで、組織的に関わるゲームなんですけども、北朝鮮に関してはこれはなかなか予測が難しいという意味では、はい、我々にとってもコストをだいぶ割かなければならないところだなという感じがしますね。しかも人を入れて情報を取るというのが難しい、ね、難しい場所ですからね。はい。さあ、そしてもう一つ用意していたニュースは日中韓の首脳会談であります。まあ、これを見ながら北朝鮮が撃ったのではないかというような話もあるわけですが、じゃあこの日中韓首脳会談中身、これどうご覧になりますか。そうですね、まあ、先ほども先生お話しされたように、チャイナ側の動機、隙間風が吹いているというふうに、ね、お話しされてましたけど、はい、北朝鮮との間 に ありましたけれども、まあ、実際今回のこの日中韓首脳会談について、まあ、チャイナ側がどういう新華社を通じて発表していたかというと、まあ、全体から見るとかなりテンション低く発表していたなという感じはあります。やっぱトップニュースというよりもこうちょろっと載ってるというところがあって、まあ、それはやっぱり習近平が動いたんじゃなくて、はい、あくまでも李強が動いたというと首相が動いたということで、で、まあ、3者の会談をやりましたというニュースと、はい、あともう一つ出てたのは岸田首相とのバイラテラルでこういうことを話しましたということと、あと韓国に関しては、サムスンの会長と話しましたというこの3つが語られてたんですね。大きく語られていて、で日本との関係に関しては、はい、一番冒頭でその李強の発言として出ているのが何かっていうと、サンフランシスコで習近平と、岸田首相が語ったようにというところで大枠を先に語ってですね、つまり先にそれ語っちゃうってことは、もうその中から出ないということを先に宣言していてですね、新しいことはしないよと。そう、だからうちの社長はこういうふうにあんたのところとやったよねと、で今日はまあ、有効にその中で粛々と話しましょうみたいな、まあ、そんな話をしたような雰囲気はあると思います。なるほど、はい、じゃあここから新しいプロジェクトを立ち上げようよとかそういうんじゃなくて、まあ、4つのいわゆる政治文書がありましたねだとか、まあ、台湾に関してはこうですねとか、独立許さないですねとかっていうことを言いましたみたいなこと、まあ、なんかそんな感じのことを言っていて、この FTA がね、いろいろ取り沙汰されてますけど、そうですね、まあ、もちろんだから経済的なところで言っていて、だから日本とも FTA だし、あとその先ほど韓国ともサムスンの会長だったというように、あくまでもこう経済マターにみんな落とし込んでいたという雰囲気で、全体的にはテンションが低いっていう感じですね。安全保障なんか触れたら大変なことも、そうそう、もう大変なんで、まあ、北の話なんか当然しないみたいな感じですよね。そういうテンションだったと、はい、以上、おはようニュースネットワークでした。はい、今朝は IIM インド管理大学公共政策センターフェロー中川浩二さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ニュースプラスワン、取り上げるのはこちらです。中国政府が7兆円の半導体ファンドを設立。中国政府が新たに半導体の国策ファンドを立ち上げたことが分かりました。資本金は過去最大となる3440億元、日本円にしておよそ7兆4000億円で、財政省や政府系金融機関などが出資します。半導体の話、それこそね、さっきお話に出ました、はい、サムスンと
の会長と、ね、李強首相があったというと、まあ、一番のこう経済安全保障上の、まあ、重要なあの領域ということで、はい、まあ、米中対立というコンテキストでは一番ホットな領域で双方が規制をかけているという状況にはなりますよね。まあ、チャイナ側としてはもともと自国製 の, あの半導体っていうのをずっとあの言ってたんだけど、2010年代にですね、はい、言ってたんだけども、まあ、それがあの要は自国産にしないとアメリカから、規制かけられたらやばいということが知ってたんだけど、結局、それ間に合わずに、トランプ政権の時に米中貿易対立が深まって、はい、まあ、それで半導体も含めて規制しようということになって、まあ、チャイナとしてはやばいやばい、予定してたよりも早く作んなきゃというのが今回のニュースにつながっているということになりますよね。はい、これこうやってどんどん内製化を進めていくって形になるんですか。はい、あの基本的にだからそれをやることで当然ながらアメリカはずっとカードとしてですね、いつでもこう首を絞められるぞというのをずっと持ってたわけです。ある意味では2000年代2010、それを逆に言うとあの使っちゃったということから考えると、はい、まあ、そこでチャイナがですね、本当に自立をしてしまうと、今度はですね、あの、手綱がなくなっちゃう状況になるわけですね。だから、米ドルという貨幣だったり、紙幣だったりだとか、貨幣だったりとかと、あとはその半導体という技術によって、チャイナの手綱を持ってたんだけども、一個失っちゃったことになるので、まあ、ある意味では、その、チャイナとしては、短期的にそれを立ち上げることができれば、それは難しいんだけど、短期的には難しいんだけども、中長期的に自国産ができるようになれば、アメリカからの手綱をがなくですね、自由に動くというカードを得るということにはなると思います。まあ、よく言われる経済安全保障上、アメリカがデカップリングってずっと言ってますよね、はい、でそれに対してチャイナはノーって言ってきたし、もう一つはそのスモールヤードハイフェンスっていうあの言い方があるんですけども、これは特定の領域に対して、争っていきますよというアメリカ側の主張を、これ習近平側がノーと言ってるわけですね。先ほど出したあのサンフランシスコの時にも、まあ、その言い方良くないよねと、そんなことじゃなくてグローバル経済でしょみたいなことをチャイナは言ってるわけなので、まあ、そういった意味ではこう半導体に関しては、まあ、アメリカの仕掛けで最初チャイナとしてはきついところがあって、はい、で今のところの短期でチャイナがきついので、まあ、こういったファンドを作って育成しましょうということと、もう一つは、宣伝戦としては、デカップリングはノーですよね、それからスモールヤードハイフェンスに関してもノーですよねということで、いやなんでアメリカがこういうあのデカップリングとかあの経済安全保障でグローバル経済に対して逆向きに動いてるんだと、世界はグローバル経済でしょうということをですね、チャイナは言ってるという状況になりますね。はい、ここ10年ぐらいずっとなんか自由貿易の旗手は我々だみたいなことを中国が言うっていう。そうですね、まあ、それは経済浸透工作による世界覇権の確立という新しいイデオロギーなわけですよね。だから軍事によらない、それから思想によらないという、はい、まあ、新しい形での経済による世界の、まあ、石化というかですね、いう彼ら自体のイデオロギーがあるので、まあ、そういった意味ではグローバル主義、グローバルエコノミーというのは彼らにとっての、まあ、世界覇権確立の手段になっているというふうには言えると思います。まあ、ある意味このグローバル自由な貿易で最大限恩恵を受けて、はい、でも一方で多極化を言うわけじゃないですか、彼らは、はい、最終的に目標が達成すればもう囲い込んじゃうっていうふうにいくんですか。多極化を言って言ってるかどうかっていうと、それは言ってるという言論があるけど、彼らは言ってないですね。彼らはどちらかというとグローバル経済、もっと言うと、人類運命共同体とまで言ってるので、世界は全部一つだという中での一番トップに輝いているのは北京であるというのが思想なので、多極化を言ってるのはむしろインドとかだと思いますけど、はい、あのミニラテラルとかを目指しているので、まあその辺思想に関しては彼らは例えば西方と東方っていう言い方をしますけども、東方とは言わずにグローバルと言います。はい、ニュースプラスワンでした。お送りしております OK コージーアップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と新葉一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは IIM インド管理大学公共政策センターフェローの中川浩司さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてこの時間はここだけニューススキバー。インドの総選挙終盤へ争点は。インドの総選挙の投票は先月19日から来月1日まで7回にわたって行われ、今月25日は首都デリーなどで6回目の投票が行われました。3期目を目指すモディ首相率いる与党インド人民党と最大野党国民会議派を中心とする野党連合が全国の543議席を争います。開票は来月4日一斉に行われるということです。これ
ってずいぶん長くやりますよね。長いですね。1ヶ月半盛り上がってますよ。盛り上がってますか。それでもう、まあ、インド人民党ね、今の与党ですけども、こうスティックがあってですね、はいはいはい、こうモディさんとかがこう手に持って、光るんですよ。はい、ハスの花ね、そのインド人民党マークの。ほうほうほう、持ってる。グッズがもうすごくて、あとモディさんのお面だとか。お面、みんなが、日本で言えば岸田首相のお面とか被って自民党支持者が、あんまないですよね。なんか、ね、映画みたいですよね。そう、で、しかも支持率も 70% で、ね、岸田首相の支持率のトリプルスコアかみたいな、なんか、それぐらいの感じなんですよ。モディさん大人気。モディさんが。だからもちろんだからその裏返しは、はい、まあ、いわゆるこう、まあ、独裁国家ではないですけども、裏返しはあまりこう、強権すぎると、一人に権力集まりすぎると問題なので、はい、まあ、腐敗も起こるでしょうとか、モディさん自体が反腐敗出てきたのに、実際に腐敗をやっていて、選挙祭っていう日本のパーケンなんてレベルじゃないぐらいですね、うんうん、もう集めちゃうような、こう、やつをやって、まあ、アダニっていう財閥からいっぱいお金もらったりだとかっていうのが明るみに出たりだとか、まあ、前もお話したね、ケジリワルさんっていう州首相っていうのをパージして、はい、捕まえてみたら今度釈放したりだとか、もうなんか何、もうなんかすごいことをやってるので、で、はい、選挙不正もあったとかって最近、ま、問題になってるので、果たしてこう、投開票、まあ、開票あった時に、まあ、どっちかの陣営からですね、ブータレ、まあ、負けた方の陣営ですよね、おそらく、うん、ブータレられないか、これはもう政党じゃないって言われるんじゃないかみたいな、まあ、それぐらいですね、大変な状況にはなってるということが大前提です、基本的には。メディアもそれを報じたりなんかっていうのは。そうです。まあ、当然今 SNS もあるので、はい、まあ、双方がですね、SNS を活用しながら、まあ、だいぶメディアは逆に言うと、モディ寄りになるわけですよね。当然ながら。独裁的なことをやってるわけだから。はい。だって税務当局だって権力によるんだから、メディアだってそれは寄るわけで。なるほど。だから、まあ、SNS がただ今あるんで、まあ、双方がガンガンそれをやり合っていて、うん、まあ、特に選挙祭なんて言ったのは、かなり、不正としては、不正というかですね、まあ、献金こんな受けてたら、そりゃそうだよね、みたいなことで、まあ、明るみになってきてるというところはありますね。はい。これ、まあ、その、争点というか、はい、まあ、あるいはこうね、中川さん、中国もインドを見てこられてますけれども、はい、その辺の違いとはどう。そうですね、やっぱ2、30年遅れて話題が入ってきてるなという感じで、まあ、最初はね、日中間も蜜月の時があって、国交正常化があってみたいなですね、まあ、平和友好さわさわあってみたいなことがあって、うん、でその後経済成長すごいねという形があって、はい、まあ、あの国こそフロンティアだみたいなことでみんな言って、はい、でその後に毒餃子だったりダンボール肉まんだったりとかあって、で、ありましたね。ね。で、それから反日、まあ、抗日というか反日運動がいろいろあって、はい、で、これ大衆レベルでもこう出店してもなんかお店襲撃されちゃうねみたいなことがあって、うん、で、今度爆買いがあって、ちょっとマナーどうなのがあって、うん、で、土地の買収とかもあってみたいなことが、うん、まあ、今大体2、30年遅れできていて、はい、まあ、最初インドなんとなくよくわかんないけどいいよねみたいなのがあって、で、よく見たらちょっと独裁っぽいけど、それでもまあいいんじゃないみたいな状況なんで、ちょうどですね、1990年代ぐらいの、まあ、なんていうんですかね、日中間の感じの雰囲気からすると、まあ今も、この間もちょうどニュースで、インドの食品にね、なんか発がん性のみたいなのがあって、まさにこう、段ボール肉まんと毒餃子をもう彷彿とさせるような感じがあるので、まあ今後だから経済成長ともにインドの方が日本に来ると、それいい人も悪い人もいろいろいるわけですよ、当然。だけど、少なくとも14億いるっていうことは、チャイナとほぼ一緒の人口なので、まあ悪い人が目立つわけですよ。だからそういう意味では、まあ今後今まで日中間であったようないろんなこう、まあ一般の人の市民感覚的な反中感情、言い換えれば反陰感情みたいなことがまた増えてきて、まあその後にようやく、ちゃんと、まあいいとこも悪いとこも見られるような関係になるんじゃないかなという気はしますね。なるほど。今、まあね、遠目から見てキラキラ光ってるなっていうところから、ちょっと解像度が良くなったら、あれってなってる今なってきますね。だからまあ、そういう意味だと、まあ、インドの経済に関しても、まあ、2、30年遅れと言いましたけども、はい、例えばその、大気汚染、チャイナも10年前にやって、今がだいぶ解消してきました。そういう PM2.5 ですよね。だからこれとかも今ひどいわけですよ、インドっていうのは。だからこれも遅れてやってきてるし。しかもそれ実体験でやってますよね。実体もうちょっとね、20日間ぐらいいるともう2、3ヶ月分のなんか毒素を吸ってしまって、もう咳が止まんないみたいな夜がね。なんか、起きらんないんですよ、本当に。病院行ってましたよね。そう、だからね、5本5本っていうよりもね、やばいせ、
ケロンケロン、なんかもう咳が出る。よくわかんない咳が出るんですよ。そう。だまあ、それぐらいちょっと大変な状況なので、まあ、そういった、あの、都市改善だったりだとか、はい、産業成長とかも、まあ、それ2、30年遅れ、10年遅れでやってくるなと。だから、チャイナとかも、今日、昨日今日のニュースとかで見ると、やっぱこう、ドローンかがね、はい、配送をやっていて、あ、まあ、その、海南から、その、樹海、樹海っていうところに、まあ、物をドローンで運ぶみたいなことをやってるんですね。中国でも南の方の海南島ってところから、そう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 、樹海っていうとあれですよね、あのマカオとか、そう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 、あの発展したところなんですけども、そうデルタなんですけども、まあ、そこに FP-98 っていうドローン、まあ、DJI とか有名ですけども、日本では DJI じゃなくて、航天時代の飛砲、まあ、飛ぶに、リホーさんの方って書く、反転時代フェイパンかなっていうとこがあるんですけど、うんうん、まあ、そこが作ってるドローンとかで運んだりとかっていうのが出てるわけですよ。で、例えばこういった航空機産業だったりドローン産業だったりみたいなものがチャイナは、まあ、ある意味ではもう日本の技術も超えてですね、やってたりだとか技術革新があったりするわけですけども、まあ、やっぱりインドはですね、まだまだそういった意味だと、あの、海外に輸出して自分たちの技術優位なものとかも全然まだ持ってないので、まあ、やっぱ 2,30 年はやっぱそこまでキャッチアップするのにかかるんだろうなというと、まあ、早くても10年とかっていうところなので、まあ、チャイナとはちょっとまだ段階は違うけれども、まあ、日本の立場からするとですよ、はい、そういった大衆上の感情だったりだとか、経済産業上の、まあ、競争がどれぐらいのレベルになるかとか、まあ、だん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 ですねというところがある。少なくともタイムマシンって感じです、僕は見てる限り。いろんな問題がタイムマシン。なるほど。今までチャイナであったことが、まあ、今後インドで起こるだろうなと。で、まあ、今後技術的に上がってくると、あんなにすごいんだと日本思いながらも、いや、でもあの国はダメだからって、味噌もつけたくなるっていう感じですよね。はい、これ、どこが一番その成長に向かってって考えるとネックになると思います？インドの場合ですか。まあ、それはチャイナと同じように、まあ、集権化を強めていったときにイノベーションが起きにくくなるというのはあるので、まあ、その辺の水と油をですね、どういうふうなさじ加減でやるかっていうところなので、はい、まあ、これはどの国もそうですよね。例えばアメリカだって、そのガーファーとかっていう、まあ、テック企業があるけれども、まあ、そこに対して独禁法をどんだけかけていくかっていうのは、ある意味では国家としてこう、抑えるところと、はい、ある意味ではこう自由にさせとかイノベーションさせ、まあ、それはどこの国もジレンマ抱えるわけで、特に集権体制になってくるとできるがゆえに、権力側ができちゃうわけですよね。一気にガラッと変えることができちゃうから、ってことは逆に言うと、その体制側が本当にうまい差配ができれば一気に伸びるし、開発独裁のプラスですけども、はい、まあ、逆に言うとそこをさじ加減間違えると全然イノベーションが停滞しちゃうっていう状況になるので、まあ、この辺っていうのはネックになるという意味では、それはプラスの意味も含めてマイナスの意味も含めて、どれぐらい集権化した政府統治機構がそこの産業に対して規制をかけるかっていうところだと思いますよね。あと安全保障、はい、これはやっぱりインドはインドとしてやっていくって何度もね、そうですね。まあ、日本から見てると、まあ、米中対立のもとに世界はアメリカなのか、チャイナなのかっていうところなんですけども、うん、で、僕もですね、インドに行く前は、まあ、インドはとは言っても、はい、要は我々民主主義陣営ですよっていう分け方だったんですけども、もう全くそうじゃないというところが、やっぱりだんだん見えてきて、そうすると、世界の構造を見ると、米、中じゃなくて米中、まあ、少なくともインが潜在的に今も GDP も4位とか3位を伺っている状況から考えると、はい、まあ、米中インというこの G3、 あの3極ある状況っていうのが大前提になってくると、我々が全ての安全保障の大前提としている欧州にしかりアメリカにしかり、米中というこの2つ、少なくとも同志国かそうじゃないかっていう分け方自体がそもそも成り立たない可能性があって、大前提を崩されるなっていうところはあると思います。だから安全保障上、インドがある意味では国力をつけて、先ほど言った、はい、経済的にも10年20年先、2040年代とか、まあ、インド独立から100年とかっていうことから考えると、まあ、そのぐらいの時までを考えると、我々は米中という2極じゃなくて米中インという3極の構造の中で日本がどう立ち回るのが一番いいのかっていうのを前提にしておかないと、ちょっと間違えるかもしれないというふうには思ってますね。安全保障上今までみたいなアメリカにベットしとけばいいっていうんじゃなくて、そう、2極だったら分かりやすい、じゃあアメリカですねってことだけど、3極になってくると結構
構分かりにくいですよね、その辺ってね。三極になってくると、その1対2の構造ができるし、3がですね。あともしくは111で、本当に三国が争う可能性もあるし、はい、いや、どっちのシナリオになるか分からないわけですよ。で、逆に言うと、米と印中っていう組になっちゃうかもしれないわけですよね。3っていう組み合わせ。これはだから分からないわけですよ、3って。その可能性もあるんですか、印中が組むっていう。まあ、それはアメリカの対処の仕方によると思うんですけど、何しろインドにとってはパキスタンが嫌だっていうところがあるので、下手に、例えば、そこのさじ加減をアメリカが間違えると、アメリカ結構間違ってきたので、今までですね。大きな歴史では外国で、大きく間違ってきて、ある意味ではチャイナを育ててしまったというマイナスを犯しているので、そこでチャイナが、アメリカが間違ってしまうと、下手すると、当然その可能性も我々はシナリオとして考えて動かなきゃいけないというですね、非常にちょっと恐ろしい多極化を感じるなと思います。インドの総選挙の話から、まあ、この先地域情勢もお話をいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。